員さん。ごめんね、入ってみてさ、中にギュー寄ってください。すげえ多い、すごい、ね、いきます。はい、はい、チーズ。え、なんかすごい、3枚ぐらい、4枚ぐらい取って、4枚ぐらいね、はい、4枚ぐらい、いきます。はい、チーズ。はい、はい、目を開いて、しっかり目開けてください。目つぶってる、一目開けてるから、ね、はい、目開けて、はい、チーズ。OK でーす。これだけで握手だよ。もう読めないから、もう人なんかいない。ただ知らないだけ。人と違うことは素晴らしい。戦わない勝利。それは誰にも真似ができない自分らしさ。誰かと戦うことじゃない。比べるものでもない。本当の自分に会うためのレッスンは自分の中にあります。一人ではわからなかったことも巡り合う人たちが見せてくれる。心のままに今日という一日もあなたが輝く日へ続きます。クリスタルイズム、100の音を奏でるクリスタルタイム、毎週金曜日10時からの2時間、どこにもない今までと違う、誰もやらなかったスパイシーな番組です。ハートフルで魅力的な音楽と言葉の世界、メインパーソナリティは下町エレガント大使キリンがご案内いたします。そしてパートナーはワンワンマームのミッチーナ。はい、福岡見で門番でワンワンマームの私がサポートさせていただきますよ。いつだって盛りだくさんなクリスタル、みんなができることで支え合う、できそうでできないことを全部やってしまうのもクリスタルスタイルの一つですね。100人100色ですからね。もうね、見逃せませんよ。千色千色。もうお腹いっぱい。ね。ありがとうございます。朝から喉が枯れてるの。昨日喋りすぎたんでしょ？いえ、来る時の車の中で熱唱していたんです。何を？今何がムーブなんですか？今いろいろですけど。うん、なんか本当に車の中だともう素晴らしいシンガーになったようでね、間違いですね、いけるわと思って大きな声出すんだけど、うん、ちょっと音小さくしてみるといけてなくないって、大丈夫かしらって現実に戻ってから車を降りるというね。あの隣走ってらっしゃるバイクのおじさんとかにはその声しか聞こえてないですからね、あんまりオーディオの方聞こえてないから、時々さ開いちゃってることに気づいてね。そうそう、なんだろうって思って私も時々 見られますよ。でもさ、電車で来る時より車でそうやって音楽かけて、なんだか他のものになってから来ると、なんか真ん中以上からスタートができるの、うん、気分がいいですね。電車で、あ、つらい、なんか苦しい、重いとか言ってると、うん、ドヨーンとね、うん、なんか違うところにね気持ちがいっちゃいますけど ね。まあそれはご機嫌さんで何よりですよ。バラも咲いたしね、ちょっとさ、今もう朝から桜咲いちゃったのよ。そうなんですね、困る、入学式まで待ってもらわないとね、そうだ、あと1週間ありますもん ね。ちょっとまた寒くなるぐらいがちょうどいいんだけどね、まあ、お日様もほらどうですか、天気ですよ。そう、少しあのまたユーストリームご覧のお客様、ちょっとね、時々キリンさん見切れてる時ありますけど、ご心配なくおりますので。お日様事情によりね、はい、ちょっとお席が移動するんですね。はい、戻って。無理。
気がついちゃった。日焼け止めしてない。いや、本当に4月5月ってこれからね、まだ夏までに少し時間ありますけど、今大変だよ、ちゃんとしとかないと。そうなんです、そうなんです。先週ね、みんな、今日の方々ね、はい、知ってる？日焼け止めっていつつけるか知ってる？知ってる？知ってる人。ちょっと教えてもらったかと思った。知ってるね。知らないでしょう。全部お化粧終わった後に上から塗るのよ。でまあ、そんな先週の放送を見てもらったらみんな「って大騒ぎになってね、その人後ろでひっくり返ってたよね。驚きましたね。今日もたくさんワクワク情報お待ちなのでね、皆さんね、はい、スタートしてまいりましょう。大神ね、はい、巻き返してそうなんですよ、感じる早く分かりました。では降っても晴れても一日の始まりはクリスタルから。うん、暑い暑い暑い今日。毎日がウェディング目指せキラキラライフ。でもプリンセスからビジネススタイルまで女性の見た目をプロデュース。キラキラ隊長ナオの夢はみんなを笑顔にすること。出会いに感謝の毎日。その中でもナオがゾッコンになった素敵な方をゲストにお迎えして、ここだけの秘密の話聞いちゃいましょう。ということでね、気持ちのいい感じでね、今日始まりましたクリスタリズム、はい、はい、今日はなおちゃんのコーナーです。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今日のなおのですね、キラキラのゲストご紹介したいと思います。はい、ネイチャーホスピタル代表富張ゆかりさんです。こんにちは。おはようございますですか？おはようございますかな、どちらでもいいこんにちは。はい、こんにちは。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ですね、もともと、はい、前々回かな、来てくださった水素セレブの、うん、あとドクターズ水素セレブの方が愛用しているサプリメントの、ファミリーでね、きっかけは、うん、お知り合いになって、そこからちょっとセミナーとかお泊まりがけでね、お泊まりがけとか泊まりがけでね、朝の5時から幼稚園生みたいな、そうそうそう、生活をね、そう共にしてね、はい、枕投げはしないけれども、はい、でまあ割と精神性お互いに、うん、ね、知り合えたっていう部分もあって、今日はですね、仕事の、まあ、内容もさることながら、はい、まあ、なんで、はい、まあ、ネイチャーホステルその前に、うん、なんだろうと思ってたですよね。そうですよね、うん、何でしょうかね、みんなに聞かれます、うん、健康美容の仕事をしてるんですけれども、うん、なんていうかな、こう誰かに何かをしてもらって綺麗になるっていうことも当然なんですけれども、うん、長い間で見ていくと、うん、やっぱり内側が変わっていかないと変化しないっていうことと、うん、あとは自然が本来の人間に戻すっていうことをすごく感じて、うん、要は自然が治すよっていうことで、うん、ネイチャーホスピタルっていう、はい、ネーミングを、はい、つけました。そうかそうか、はい、自然の病院でもね、なんかそうですね、直訳的なね、直訳ね、はい、なんかでも私すごい心に響いたのが、うん、子供から大人まで元気にするっていうのをテーマにされていて、うん、割となんかエステとかね、まあ、私メンテナンス、まあ、すごい好きだし、まあ、行くんですけど、うん、子供が行けるそういう場所ってなかなかないじゃないですか。病院はあるけど。そうだね、ないんですよ。今お年寄りまでいいですか？なんかこれもね、長くやってたからね、もともとはね、より若い女性は綺麗にするっていう、まあ、エスティックから入ったんですけれども、うん、さっきも申し上げたように結局表面をやっても、うん、ね、一時的にリラックスしてなんか肌も綺麗になったけど、うん、変えればまたストレスみたいなことで、そうそうそう、結局ね、家族全体を元気にしないといけないのかななんて、なるほど、なんか大きな課題を、ね、持ってしまって、うん、
年を重ねるごとにね、あの赤ちゃんからそれこそあの保育器に入って、あのまあ大きくは成長するんですけれども、体の歪みとか、あとはあのお母さんが歪んでいると、歪んでるお母さんにこう抱きつきますので、子どもの歪みがそこから始まってるということに気づいたんですね。なるほどね。はい。だからおむつ替えをしながらとかね、あのおっぱい飲ませながらこうほぐしてあげて本来に戻すっていうことのね提案で、みんなハッピーだもんね。はい、そうするとね。はい。まあメンタルの部分もすごい大事ってことですよね。そうですね。ね、結局表面着飾って綺麗にしたって、やっぱり内側から輝いてないと人って本当に出ちゃうから、なんか最近ようやくそういうなんか考え方もね、皆さんに少し認知されてきて、そうですね、ますよね。はい、ちょっと前はね、オカルトかなんか怪しいとかね、確かに確かに、みたいなねことがありましたけれどもね。私ね、最初にね、あの行った時に、まあ、施術受けに行くつもりで行ったら、まあ、まずメンタル面の、まあ、部分弱ってたんで、まあ、いろいろこうねシート書いて行った時に、はい、なおは病院は通院歴あるの？え、ないの？いや、だからあの精神科系の、って言われた時に衝撃だったのね。でもそれってもしかして自分で気がついてないだけで、本当必要な処方箋があったりするわけで、なかなかそういう病院って敷居が高い、いろんな意味で敷居が高いから行かないし行けないし、なんかそういうのをね、ふと、あ、私ある意味そこ否定してたんだって気がついたんですよ。なるほどね。やっぱり生き物って、まあ動物も人間もね、自然界の中から生まれてきて、で最後自然に帰っていくっていうね、流れの中でやっぱり生きているから、あのフラットに考えるとすごくね、自然なことなんですよね、そこに回帰していくっていうのはね。でまあ、名前がねネイチャーホスピタルってちょっと分かりにくいっていうのがあるんですけども、やっぱりあの医療従事者ではないので、どういう方をあの迎え入れて、どういう方をお断りするかということをきちんとしないといけない。そうですね。そうだったの。なぜならば私はそこ の, あのプロのね、あの医師でもないし、そこはちゃんと聞く、あ、聞いとかないとダメだからね、って言ってくださって、いや私もあのないんですけど、でもやっぱり人の心ってね、病は常にあるわけで、それをどういうふうに元気に自分力で持っていくのか、まあ自分だけじゃなくて、そこには誰かと出会ったり、こうやってね、まあ、ヒントもらえることがあるから、なんかそういうことに、ね、気づかせてもらって、すごいそこにインパクトを持ってたんですね。実は持ってた、今日言ってやろうと思って言ってやろう。やっぱりね、本当に今の時代なんで、あの信じるものは救われるって、これ何でもいいと思うんですね。でもこれね、すごい宗教を信じていたり、例えば占いとかいろんなものがあるんですけど、それを信じてる場合に、要はフラットな状態ではないので、こうややこしくなってしまうんですよね。なんかやっぱりその人が信じて生きがいを持っているものが何か、キラキラできるね、なんかね、いつも言ってるね、キラキラなれるっていう信じるものがね、どこにあるのかっていうことをまずはお伺いをして、でそこからさらにプラスキラキラっていう風に、ね、なれるような提案っていうのも、キラキラしたのね。そうです、キラキラ同士、さすがキラキラ大使、はい、連れてきております。はい。でもともとなんかきっかけがあれだよね、まあ21歳の時に実はアーティストとして描きたかったんだよね。描く方、そうなんかね、絵を描くの。そうなんです、あの起業して初めて分かったんですけれども、本来あの私は自分にしかできないことを探していたんですね。でよく仕事っていうとね、あのお金のために働くとかっていうね、言われるんですけど、そうじゃなくって、まあ、お金も大事だけどね。そう、もちろんそこも大事なんだけど、やっぱ好きじゃないと一生できないなっていうのがあって、で自分にしかないものは何かなんていうね、あのそれ大事、はい、でそこでね、たまたま音楽を聴いて、こう色とか形が出てくるっていうのがきっかけで、わあこれ私にしかないんじゃん、なんてね、思って、それで、はい、それで書き始まったのがきっかけですね。そうなんですね。はい、まあ、クラシックとか芸術に触れてそれを分かち合いたいと思った。そうです ね、はい、人とね、はい、でその形が、まあ、あの芸術ではなかなか生きていけないから
っていう現実を、現実は現実、ね、まあみんな、ね、同じようにあの大人たちはね感じてますよね。そこぶつかりますよね。ありますあります。生きるためにすることと、そうそう、自分が本当に大事にしたいものとね、キラキラですな、なそうですな、なやんでね、ほんでなんだなんだとかさ、なんかそういう本当に美容系 の、 あのことも経験されて、まあ、それプラスカウンセラー的な部分で、ね、メンタルも健康にしようっていうことにたどり着いたと、はい、なんかね、痛みとかってアートなんだなって思ったんです。ある病院に行ってケアをさせていただいた時に、こう痛みの指数をつけるんですね。で今日は一番痛い場合は10なんですけど、10についてる方がいて、あ、今日こんなに痛くて大変でしたねっていうね、お話をしたら、いよいよ先生に会うんで痛かったにした方がいいかなとかって言って丸をしたっていう方がいたんですね。嬉しいね、なんかそういうのね、だからなんかこう痛みって自分の表現なんだなっていうことをすごい感じて、そういう意味でのアートを人間の中に感じて、今こう融合させて、なんかやっとね、そういう音とか色とか匂いとか、そういうものが全部こうボディのメンテナンスとこう一致したっていうのがあって、確かに、だって表現できないもん、痛みって、まあ、あの難しいよね、人それぞれ違うしね、そう、そこをアートと捉えた、はい、そうなんです、ね、もう人間の、ね、体と存在、表現、これは全部アートだと、医療ではないから、そうか、私はアーティストとして行こうって、ね、そういう意味でこう自然との融合、だから音で癒される人もいれば、匂いで癒される人もいるっていうことを、こうタイプ別に、あの私の中でこう分析ができたので、そのメソッドをね、はい、今後ね、ゆかりさんのところのネイチャーホスピタルに行くと受けれるよね、トータルでね、はいなので、あのどうやってアクセスしたらいいのか、はい、ネイチャーホスピタルということで検索していただければホームページが出ますので、はい、今今月号の今度ね、あの勝手ですけれども、はいはい、大井町なんですね、これなんかご縁があっての場所なのでね、大井町、はい、はい、あの駅降りて5分ぐらいで着きます、はい、OK です、ネイチャーホスピタル、はい、富張ゆかりさんで検索してください、はい、よろしくお願いいたします。バンパイと胸キュン情報、素敵なことがいっぱいあるんだから、教えて教えて、いいよ出ちゃダメだ、あの、あれですか、簡単で大好きよ、あの、すぐ出ちゃうんだね、さあ今日はどんなワンポイントでしたか、はい、今日はささっと参ります、この金のハンマごめんなさい、あのね、ラジオの方見えないと思うんですけど、この金の玉ね、はい、ゆかりさん、はい、はい、これね、あの金のボールなんですけども、中身がね、クリームなの、そうなんです、こっちはもう若返りクリームですね、なんかね、宣伝してるみたいなんですけど、はい、宣伝ですそしてこれはバーディーのボーディーのですね、むくみ、痛みっていうとね、ちょっとあの語弊が出てきちゃうので、はい、それを今年は、あの今年は今ですね、今のシーズン、はい、おすすめしてるね、はい、あのなかなかあの手に入らないグッズでございます。私ちょっと買わせていただいてみたんですけど、もうシワ伸びる伸びる伸びる本当に、面白いのがさっきのあのキリンさんの日焼け止め最後を塗るんだよっておっしゃったのとちょっと似てるなと思ったのが、あのこれクリーム塗るでしょ、まあ、普通化粧水して美容液してクリーム、でその後もう一回化粧水するんだよっていうね、そうなんです、塗るお化粧品ではなくて肌を育てるアイテムっていう風に今はね、はい、商品が変わってきていて、これはあのテルマヤっていうね、世界初っていうことで開発して、はい、しておりますので、これもまたゆかりさんのところでゲットできます、あ、そうなんですね、はい、そうですね、ということで、はい、皆様お送りいたしましたなの、毎日のメディアのコーナー終了したいと思います、ね、今日も素敵なキラキラ情報ありがとうございました、ありがとうございました、ゆかりさん、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、お疲れ様でした、たけしがちょっとね、最後ね、はい、それでは今日のコンシェルジュさんのコーナーに行きたいと思います。おはようございます。おはようございます、樹木葬とお寺の会社、アンカレッジの伊藤と申します、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、
桜の季節ですね。そうですね。ここからは見えませんけど。ここはなかったですね。さあそうですよね。さあそうですね。はい。あのお寺っていうと桜の名所もいっぱい多いんですけど、ちっちゃいお寺でも結構桜あるので、ぜひ皆さん見に行っていただきたいと思ってるんですが、時にデシコさんがなんかお話しできるのが今回最後そうな雰囲気なので、今日は実は相談があって、何でしょうか。何の打ち合わせもなく相談させていただきたいんですけど、あのまあおかげさまで樹木葬あちこちでやっててですね、今お寺のお手伝いするスタッフなんかよく募集してるんですが、あの女性に多くお手伝いしていただくスタッフこう募集していただくんですけど、また面接って難しいですよね。僕、どこを見たらいいのかなと思ってて、まあ、特に女性ですね、面接官ってしたことありますか？面接官 の, あの研修はしたことあります。面接官の研修じゃあその研修の中で教わった女性を見る、まあ、僕らは接客業ということになるんですけど、どういうとこ見たらいいんですか？あの外見でってことではなくてですよね、全部含めて、はい、採用に至るまでのことを考えると。なるほど、はい、あの一つはやっぱり表情ってすごく出るので、緊張してる中でもなんかちゃんと自分のこと見てくれてるとか、目が泳いでるのかとか。泳いでない方がいいですね。泳いでない方がいい。もちろんもちろん。そうですね、目が合うかどうかみたいな。意外と目が合わない方って多いんですよね。で、目がもしすごく合う方がいたら、その方は本当にあのちゃんと自分の言葉でお話をされてるとまあ一般的に言われているんですけど、はい、なかなかいないんですよ。そうですね、いませんね。すごく参考になりますね。あの接客業なんで、今まで接客してて得意ですって面接に来るんですけど、どう見てもなんかこう接客得意そうな雰囲気じゃないよねっていう方もやっぱりいらっしゃるんですよね。なるほど、目をしっかり見るかな。目が合う方、あとは、はい、動きが止まる方っていうのは信頼できるって言われてます。なんでずっとこう頷いて首が動いてるとか、ずっとこう手元が動いてる方はやっぱりいくら接客業になっていてもそういう場にあまり捉えていない。その分話を聞いてる時にピタッと止まれる方、はい、いや初めて聞く話だったのですごく参考にしてみてください、はい、ありがとうございます。じゃあ該当される方は、うん、あのぜひアンカレッジの樹木葬を検索していただければ、そうですね、求人広告から募集していただいて、そうですね、ぜひご応募いただけるとありがたいです。そうなんです。それはそのお寺のお世話をする方を今募集されてる？そうですね、お寺のお手伝いする、例えば今僕らがお寺で婚活やったりとか、お寺で企業研修やったりっていうような時のお手伝いしたり、もちろんお墓の販売したり、法要の受付をしたりで、比較的まだお寺さんってアナログな世界なんで、そんなイメージです。そうなんです、檀家さんたちがこうまだ手書きのこう名簿の中に入ってるんですが、もうぼちぼちエクセルとかに入力しなきゃいけないよねっていう世代にかかっているので、パソコン使ったりですね、そういったことをやっていただく方、はい、しっかり目を見てくださって、あまり手とかが動かない方ぜひ応募していただけると、ね、そうですね、ありがたいと思ってます。今日実はそんな話しに来たんじゃないんですけど、なんで大半それで終わるの？はい、先ほど、ネイチャーホスピタル、ネイチャーホスピタルでいいですね、はい、でまさにお寺もすごく通じるところがあって、最近お寺の中では座禅とか瞑想とかマインドフルネスっていうのが、どっちかというとアメリカからが逆輸入の形になってるんですけど、本当ですよね、はい、もう大流行りなんですよね。されたこととかありますか？2回だけあります。あ、結構ありますね。もうヨガとかもある意味そこに通じてるところありますし、まあ、古くからのお寺でいうと座禅とか禅とか、アジカンって言ったりもこうしますけれども、まあ、宗派によってちょっと考え方違いますが、はい、そういったところがあって、なんて言うんでしょうね、仏教の中では本来ある力を取り戻すっていうよりは己を本当見つめるっていう作業に近いんですが、最近は集中力アップとか、そうですね、もともと持ってる力をもう一回引き出そうとか、心を整えるっていうような感覚でたくさんのお寺でやってらっしゃいます。今度そういう座禅を教えてくださってる、はい、お坊さん連れてきますんで、お、次回そのお話をさせていただいて初めてちゃんと予告したの。あ、そうですね、はい、今日面接のお話聞けたんで
ネをするか。いやありがとうございました。はい、ありがとうございました。引き続き樹木葬ですね。私もね、伊藤さんの話を聞くようになって樹木葬っていうものを改めて知りましたもんね。いろんな形があります。よろしくお願いします。さあ、それでは続いてのコンシェルジュさんです。おはようございます。おはようございます。あなたの相談を歌にします。シンガー相談ライターの崎山さんです。よろしくお願いします。今日はですね、カラオケをうまく歌う方法について、話をしたいと思うんですけど、はいはい、てしこさん、カラオケとか結構行かれますか？大好き。あ、そうですか。まあ、カラオケに行く目的いろいろあると思うんですけど、まあ、とにかく楽しみたいっていう方と、あとカラオケ行って練習したい、上手くなりたいっていう方がいらっしゃると思うんですけど、はい、上手くなりたいっていう方のために今日はちょっと情報提供させていただければと思うんですけども、はい、まずコツの一つ目なんですが、普段、自宅とかでやっていただきたいんですけれども、腹式呼吸、腹式呼吸というと皆さんすごく難しいっていう感じを意外と、ね、持たれちゃうんですけど、できないっていう方多いですよね。感じが多いんですけど、すごく簡単で、仰向けにですね、寝ていただいて自然に、息を吸ったり吐いたりしていただくと、お腹がへこんだり膨らんだりするんですけど、もうその状態でもう腹式呼吸できてるんですね、うん、だからもうそれをまあ家とかで意識していただいて、まあ、やっていただければ全然できますので、うん、あとはカラオケの時はまあ座って歌うとか、立って歌う形になるんで、まあ、その時チェックしていただきたいのは、あの胸式呼吸、胸の呼吸だと、あと肩が上がるんですよ、吸った時に。だから肩が上がらなければ腹式になっているので、まあ、その点を注意していただくのがまずコツの一つになります。歌ってる時も肩が上がらない。そうですね、はい、それから、2つ目なんですけど、当日、まあ、カラオケ行った時にその歌う前なんですが、筋肉をほぐす、まあ、ほぐすことで、声が出やすくなるんですね、うん、で、まあ、もちろん全身のストレッチっていうのは大事なんですけど、まあ、その中でも特にあの首筋を伸ばすっていうのがあって、でそれが一番伸びやすい方法があって、この鎖骨、ありません、ここに指を両方当てて、当てた状態で伸ばすんですよ。そうすると、普通にやるよりも首筋が伸びやすくなるので、鎖骨に指を入れて、こういう体で首を例えばこういうふうに右に倒したり左に倒すと、ここが、通常でやるよりも伸びやすくなるので、うん、それがまず一つと、あとリップロールっていうのがあるんですけど、ご存知ですかね。リップロール、唇をブルブルさせるんですけど、一定な一定の息を吐きながらということで、まあ、実際やってみるとっていう感じでやるんですけど、これリップロールってのは口元の筋肉があの固まったりとかするとできないんですね。でできると要するにこちらの口元の筋肉が、ほぐれてる証拠になるので、ぜひこのリップロールできるだけ、一定の息を吐きながら、長い時間できるようにしていただくと、すごく歌に入るときにすごくあの歌がうまく聞こえますので、それが2つ目です。2つ目、はい、それから3つ目、こちらはすごくあのすごいいい情報なんですが、はい、歌詞の、母音ですね。歌詞の母音を、意識して歌うってこと、まあ母音あいうえおっていう、それが母音なんですけど、先日あの東京都心であの桜開花しましたけども、はい、桜っていう言葉があったら、さくらあうあっていうのが、まあ、母音になるんですが、その部分をはっきり歌うというのがすごく大事なんですね。どうしてかというと、母音っていうのは、言葉と言葉をつないだりとか、音と音をつなぐっていう作用があるんですよ。で母音をはっきり歌うことによって音程が安定するんですね。ですから、例えば音程が安定しないで困っている方いらっしゃいましたら、あの母音をはっきり、母音をはっきり、はっきり歌う、歌うようにする。そうですね、あいうえおっていうのを、まあ、はっきり言っていただくっていうのがすごく大事になります。はい、それから4つ目、まあ、これ当たり前の部分にはなるんですけど、はい、自分のキーに合った曲をぜひ選んでください。自分のキーよりもすごく高いキーを選ばれて声が裏返ってらっしゃる方いらっしゃるんですけど、あの必ずそのキーに合ったものを選んでいただいた方が、その人の一番いい声が出るの で、ね、それをあのしていただくというのが4つ目ですね、うん、やっぱりそのキーっていうのは、はい、自分が普段お話ししてる時のキーとかって考えればいいんですか。そうですね、自分に合ったキーって難しいですよね。そうですね、まあ一応、話してるキーでいいと思います、うんうん、はい、それから、
5つ目なんですが、はい、カラオケ行くとドリンク飲みますね。飲みますね。それでですね、ちょっと NG なものがありまして、うん、お酒とお茶、うん、お酒必ず飲みますね。なかなかお酒行っての歌っちゃう人いると思うんですけど、うん、お酒とお茶っていうのは喉の声帯、声の帯って書きますけども、うん、そちらを乾燥させてしまう働きがあって、うん、かえって声が出にくくなってしまう。お茶もダメ。お茶もダメなんですよ、実は。はい、そうなんですね。ですから一番いいのは常温の水、水を常温にしたものが一番いいのと、それから前にお話ししました、覚えてますかね、レモンジュース、ライムジュース、ライムジュース、そちらは喉をきれいに保つ作用がありますので、まあぜひカラオケでドリンク飲むときはそちらの方をお飲みいただければと思います。でも生レモンサワーじゃダメですよね。あ、サワー、一応はい、お酒入っちゃうとあれなので出にくくなるので、ぜひそちらは気をつけていただきたいと思います。うん、以上5つ申し上げましたけれども、はい、まあ、カラオケ行った時はその点気をつけて、うん、いただきたいと思います。なるほど、はい、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。確かにね、カラオケって、でも最近嫌いなんですけど、多分君もちょっと見せてたんですけど、続いてはこちらの3人行きたいと思いますが、準備よろしいでしょうか。はい、はい、おはようございます。おはようございます。崎山先生の後はやりにくい。こうたっぷりね、勉強してますね。はい、また小道具出しながら、カランからいつもの小道具出しながら、先に出すと魔法のカバーです。はい、大体揃いました。大体揃いました。多分いい感じ、5つも出てきた。はい、やっちゃうよね、それ。はい、やりたくてしょうがなかったですね。ミスターカカオこと佐々木でございますが、はい、最近僕が大変気に入っているのはローチョコレート、うん、はい、ローっていうと気に入ってるんですか。ローチョコレートって低いっていう、うんうんうん、なんか低いっていう時間なのかな、はい、だってハイカカオはね、高いっていうから。そうなんですよ。だから、そうじゃないんですね。うん、R。そのローじゃないと。R はもう、マイちゃんの方が。そうか。ローですね。すごいね。そうです。はい、ということで、まあ、加熱しないチョコレートというものを非常にこう、うん、機能性が高いので、今日はその話を少ししたいと思います。はい、いろいろ調べてまいりました。ミランダ・カーさん、トップモデル、で、あの方が最近、まあ、何でもあの人なんか食べるとブームになるんですけど、そうですね、はい、彼女が食べるとね、なんかこの間ノニジュースがブームだったんですけど、最近はカカオパウダーをなんか召し上がってるらしいということで、カカオの何がいいんでしょう、カカオとココアはどう違うのか、うん、まあ、ココアは皆さん召し上がることよくあると思うんですが、うん、あれはですね、加熱するですね、まあ、カカオ豆ですね、うん、本日持ってきてます。タッパーに入ってる、タッパーに入ってカカオ豆、豆を、はい、加熱をしてチョコレートを作る、はい、まあ、その過程で、すりつぶすとですね、カカオパウダー、ココアができるんですね。ココアになる、はい、油脂分を取ってしまう、うん、はい、で、ミランダ母さんが今おすすめしているのは、うん、カカオ、ローカカオ、うん、パパ、パウダー。ちょっとブルブルやりすぎて。ローカカオ、はい、だから加熱しないカカオのパウダー。ね、はい、本日持ってまいり、持ってきました。有機カカオ。あ、カカオ2分。2分。うん、はい、2分っていうと、なんだろうね。あんまりわかんないですね、うん。でも最近、はい、これはね、パフェとかにね、トッピングで。ありますね。ありますよね。はい、ちょっと僕に、うん、私あれ一発入れたかったんですけど、先に構えてしまいました。これ2部の一部です。はい、以上だけなんですけども、この2部がですね、非常に健康に。うーん、で、ハイカカオチョコレートがいいっていうのは、そのカカオの成分が多いということ、うん、すると砂糖の量が減ります。当然ですけどね。ということで、栄養素が取れるのはカカオ2部が 100% ですよね。で、カカオの意味をちょっと調べたら、メキシコでは神々の食べ物、ギリシャ語では神様の贈り物。そうなんだ。何が入ってるんだろう。亜鉛、鉄、マグネシウム、ミネラル各種、糖とビタミン B1、 いろいろ入ります。で、非常に栄養素が多いんですね。で、じゃあそのまま食べれるのって話なんですけど、そのまま食べることができる。
十分美味しいでしょ。これでしょ。ね、美味しいですよね。美味しいんです。食べても、はい、食べてます。朝のスムージー、ヨーグルト、シリアル、何でもいいんです。ふりかけとって。ふりかけでもいいんです。はい。で、これだけだと素人っぽいので、プロみたいな話を一つして。言いにくいんですが、有効成分、カカオ独自の有効成分がありまして、はい、フェニルエチルアミン、これ、何と調べると、女性すごく喜ぶと思います。フェニルエチルアミン、はい、調べてください。恋の始まりに欠かせない恋愛ホルモン。なんだ？なんだ？これを取ってると、恋の気持ちが高まる。はい。カカオ2分、カカオですね、カカオ2分、はい、だけじゃなくて、カカオを取ってると、はい、カカオを取ってると恋の気持ちが高まる。そうですよ、誰か調べて、はい、恋の始まりに欠かせない脳内ホルモンがバンバン出てくる。ですが脳内ホルモンには限度があります。出続けても3ヶ月 あるいは半年、ですから恋はバーンと来るんですが、だん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 減ってくると。こういうことも分かってますが、ですからチョコレートを飛び続けることによって、そういうことか、ね、フェニルエチルアミンというのは脳内恋愛ホルモンがどんどん出続けるから素敵な女性になるということでございます。なるほど、恋する女性は素敵ですから ね、チョコレート食べてさらに恋してください。していきましょう。はい、はい、ありがとうございます。どうもミスターカカオ佐々木さんでした。ね、なんか佐々木さんの話聞いてると、どん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 こうカカオとかチョコレートがいいもの、必要なものって思えてきますよね。最近ね、本当にいろんな種類のカカオチョコレートが出ていて楽しいですよね。ちょっと見た目、ちょっと見た目が大好き。さあでは続いてのコンシェルジュさんです。おはようございます。おはようございます。トルーデコ教室ルノーメの祖母明菜です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キラキラと一緒に、はい、そうなんです。今日はトルーデコ、私がこうやってるハンドクラフトのトルーデコで使う材料をご紹介しようと思ってお持ちしました。まあ大体大きく2つ使うんですけど、はい、まずこのブルーって呼ばれる粘土です。でこれ色がちょっと違うんです。色がついてるの、はい、白いのもあって。そうなんです。メーカーもいろいろあるんですけど、もともとはその建築資材を接着させるような接着剤なんですね。レンガとかをつけるとか。そうなんだ。そうなんです。エポキシ樹脂っていうものなんですけど、多分その建築資材にはこの粘土に色をつける必要があんまりないのでついてないと思うんですが、ハンドクラフト用にこういう緑だったり黒だったり白だったりピンクだったり、します。でこれ混ぜることができるんですね。色を作ることができる。じゃあちょっと緑を入れて、はい、なんだろう、緑と白で混ぜてちょっと、はい、パステル調の緑にするにすることもできる。こともできたりとか、まあ、黄色と青を混ぜて、何色だけど、パンクちゃんでもないんですけど黄色と青混ぜたら緑だよね。あ、そうですね、緑より好きなのね、アキラさん。なんで緑持ってきたんだろうと思って。机の上に、あ、そう今ね、緑色のものを作ってるので、なるほどね、はい、緑をクリスタルと緑といえばって感じですね。そうですね、はい。で、これが粘土、で、ちょっと粘土のご説明させていただくと、この2種類あるんですけど、はい、この色違う種類の色が違うだけじゃなくて、はい、そうなんです、うん、色ついてる方がカラーを出す粘土なんですね、で、こっちは硬化剤っていうもので固める、はい、白い方は、で、この混ぜ合わせると化学反応がこう始まって、固くなっていきます。で、2時間ぐらいはまだ柔らかいので、その間にこの石ですね、カットガラスの、はい、スワロフスキーを、こうの乗せていくっていう、そういう作り方をしています。でこのスワロフスキーもこれカラー表なんですけど、すごいいっぱいあるんですね。はい、色がありまして、でサイズももう見えないかけらみたいなものから、こんな手のひらサイズの大きいものまでたくさんラインナップがあったりとか、あと丸だけじゃなくて、ハートの形とか、かわいい、そうなんです、四角とか、たくさん
形もいろいろあります。なるほど。で、まあ、結構スワロフスキーって一番カットガラスの中で高級と言われているもので、チェコ、あ、じゃあこれ目指せば違ったオーストリアが作っている国なんですけど、ベルサイユ宮殿のシャンデリアのパーツとかのスワロフスキーのものだったり、はい、するんです。とても高級なものを使ってます。で、私、教室で自分は何粒ぐらいスワロフスキー持ってるのかなって今日ふと思って、ちょっとか計算してみたら6万粒ぐらい、6万粒ぐらいストックがすごいあって、あ、ちょっと大変だなって自分で聞いてるんですけど、もういろんな種類のいろんな形の、そうなんです、いろんなサイズを持ってまして、はい、それを欲しくて買いたいので一生懸命こう教えたりとか頑張って働いてやっていますね。すごい。じゃあそれを自分で好きな形を粘土で作って、はい、でそこに好きな、まあ、色とか好きな形のスワロフスキーをこうくっつけてキラキラさせていく。そうなんです。はい、粘土なので好きな形が作れるっていうのが多分魅力の一つなんですね。で、こう立体的なものを作ったりですとか、そういうことができます。いや、ちょっと一つ問題があるなと思っているのが2時間で作らなきゃいけないので、固まっちゃうから。そうなんですよ。そのどうしても作業が深夜とかになるんですね。昼間にやっちゃうと邪魔が入って、確かにね、ちょっとこう宅急便とか来た月にピンポーンってなったら行かなきゃいけない固まってるみたいなことがあるので。そうか、一回固まっちゃったら、はい、元には戻せないですね。そうなんです、そうですね、はい、でちょっと実は昨日も深夜に作業してまして、ちょっとナチュラルアイドルないやつ、そうだね、ちょっと今日は様子が変ですねそんな感じで。そっか、でも2時間集中して作るっていう、はい、そうですね。でこう部分に分けて作ったりとか、あ、そうか、はい、していきます。すごい、はい、ぜひぜひね、いろんな方に、そうです ね, ね、はい、体験レッスンなんかもやってますので、うん、ぜひお越しいただけたらなと思います、はい、ルノーベで検索する、そうです、はいはい、出てきますね、はい、はい、ありがとうございました。佐藤明菜さんでした。さあ、今日もコンシェルジュの皆さん、素敵な情報楽しかったです。ありがとうございました。